ビール瓶に発情しすぎて、絶滅しそうになった虫の話。オーストラリアに生息する昆虫。ニセフトタマムシ。ある時、生物学者が野外調査をしていたところ、捨てられたビール瓶に腰を振っているこいつらの姿を発見しました。よくよく観察してみると、男性器をあらわにし、ビール瓶に懸命に突っ込もうとしていました。他の捨てられた瓶にも、こいつらが群がり、ことに及ぼうとしていました。好奇心に駆られた科学者は、ビール瓶を空き地に並べておいたところ、30分もしないうちに、たくさんのオスたちが瓶に群がりました。しかもこいつらは、無数のアリたちに、剥き出しのくっそ痛い部分に、噛みつかれているにもかかわらず、腰を振り続けていました。なぜ、こいつらがこのような行動をとっていたかというと、こいつらは、茶色の光沢があって、ボツボツとしたくぼみのあるメスを、魅力的に感じるからです。オスたちにとって、このビール瓶は、くっそセクシーなメスに見えていたのです。このことを知ったビール会社が、ツルッツルの瓶に変えたことで、オスたちは瓶に興味を示さなくなりました。リアルの女の子以外に、興味を持って絶滅しかけている方は、グッドボタン。